明るくして枕元にあるでしょ。それ回すの。そう、そのくらいでいいわ。ねえあなた、私たちとうとうこんなところまで来ちゃったわね。もうダメ、私二人で生きていくしかないの。私たち初めて顔を合わせた時、きっとこうなるようにできてたのね。きっとそうよ。だって私あの時なんだか体の中に電流みたいなのが走ったんですもの。今でも少し走ってるわ。ほら、私の手を握ってみて。ね、わかるでしょ。自分では気がついてなかったけど、あなたのような人を求めてたのね。だから自分とぴったりのあなたを見たとき、ピピッときたのよ。そうよ、きっとそうなんだわ。うん、ダメ、うん、ダメだったら、うん、感じちゃうじゃないの。わかってるでしょ。うん、意地悪ね。